渡すのをためらっていました。見たこともねえよな。見てもいいですか。同じ汽車に乗り合わせて、その娘っ子も甲府で降りたな。ほら、あの人とお近づきになりてえ。どこに住んでるだか見つけ出してくれよ。来てるもんが上等だったから、きっと王子主か。いいとこのお嬢様ずら。ここいらにうちより王子主なんかいるわけねえずら。けし、こんな今よりこの成績はなんで。おなごにうつつむかしてる場合け。勉強しろし。上の学校には行かないの？